クレイハップ記念日の8月2日火曜日朝6時5分の日本海はそれほど強くありませんが、オフシャワーがしっかり背後から吹いてますね。海には久しぶりになんか練りが見えますね。ずっとオフシャワーで湖のように見えますけど、なんとなくしっかりとした練りが入っています。こちら側もオフシャワーが背後から吹いています。フラットはフラットなんですけど、筋のようなうねりが見えますね。昨日まではそれさえなかったですからね。こんな小さなうねり見ても、ああ良かったって思いますね。気温は28度ぐらいです。風はオフショア、海には筋のようなうねりのみ。今日終日どうですかね。3回ぐらいボラーがジャンプしたのにな、4回目を飛んでくれませんでしたね。こちら側もオフショアで、右奥に釣り人が2人いますね。こちらも筋のようなやり直し。